それじゃあ早速行ってみようか。この畑が株を収穫する場所か。 NPC のおじさんからは規定数の株を集めてほしいって説明しかなかったね。数さえ満たしていればどんな株でもいいのかな。重量を指定されていないのであれば数を満たせばクリアとなるはずです。でもそれだとちょっと面白くないよな。せっかくだから元気のいい株を集めよう。その方がおじさんも喜ぶだろうしさ。はい、そうしましょう。それじゃあなるべく葉っぱが元気なやつを狙ってった。あれ、あまり大きくなかったな。じゃあ私はこれなんかどうかな。えい、あ、これ結構大きいんじゃない。おお、当たりだな。私も元気な葉っぱを狙って。やばいな、これは俺も負けてられないぞ。私ももっと大きいのを探してみせます。ゆいちゃん楽しそう。これからもゆいちゃんが手伝えそうなクエストを見つけてやっていこうね。なあ、いろいろなことを体験させてあげよう。こっちに来てください。すごいのを見つけました。わかった。さて、マナ娘はどんなものを見つけたのかな。うわー、でっかいの見つけたね。というか本当にでかいな。葉っぱだけで推測するとさっきの株の12倍ほどでしょうか。さすがユイだな、こんな立派なのを見つけるなんて。よしユイ、頑張って抜いてごらん。ママも手伝ってあげるね。よし、じゃあ俺も協力するぞ。さ、はい。頑張ってゆいちゃん。いいぞ、この調子だ。もう少しで抜けそうですね。じゃあ掛け声をかけて力を合わせましょうか。なるほど。それでは行きますよ。抜けろ！それ！やりました！抜けました！家族の力が株に勝ったんだね。力を合わせた結果だな。これならクエスト NPC のおじさんも大喜びですね。ご苦労様、ゆい。これでクエストクリアだね、ゆいちゃん。町に到着です。思った以上に興奮するクエストだったな。土の中から野菜が出てくる時ってちょっとワクワクするね。どのくらいの大きさなのか引き抜いて初めてわかりますからね。パパ、ママ、クエストすごく面白かったです。これでチュートリアルの時の参考になったかな。はい、クエストの面白さをプレイヤーの皆さんに伝えることができます。クエストは人と協力することで面白さが無限大に広がるものなんですね。ああ、それが MMO の醍醐味でもあるしな。私が経験したこの気持ちを多くの人にも感じてほしいです。きっとユイちゃんならみんなに楽しさを伝えられるよ。ユイのように実際に体験して楽しさを伝えるチュートリアルキャラなんて他何事も経験ですね。あ、そういえば他にも自分では試したことがなくてわからないことがあるんです。なんだ、また一緒に経験してみるか。ぜひお願いします。それでわからないことって何？あのですね、メニューのずっと奥の方に倫理コード解除設定というのがあるんですが
その機能によってプレイヤーが得られるメリットがわからないんです。ですので可能であれば体験を。ダメ！え？それを体験するのはまずいんだ。ですが何事も体験することで他のプレイヤーに。いいかユイ、よく考えてみろ。倫理を解除するということは世間一般的にはやっちゃいけないことなんだ。やってはいけないこと、つまり犯罪のようなことでしょうか。そうだからね、ユイちゃんにそんなことしてほしくないな。なるほど、それはいけないことですね。せめて倫理解除をしたことのある人からお話を聞くだけでもいいのですが、もちろんパパやママはやったことはないんですよね。それはもちろんよ。それでは倫理解除については諦めます。ごめんね、ゆいちゃん。俺たちでも体験させてやれることとやれないことがあるんだよ、ゆい。どうも。どうも。キズメルのクエストを進めよう。最後の黒弦の宝珠を見つけないとな。まずはアスナを誘って。あ、キリト君、ちょうどよかったわ。奇遇だな。俺もだよ。キズメルのクエストを進めに行きましょう。それ今俺が言おうとしたことだ。考えてることは一緒だよね。ああ。二人とも来てくれてありがとう。すまないな。全然大丈夫だよ。探さなきゃいけない黒弦の宝珠はあと一つ。悪しき樹木の妖魔を封印してキズメルの仲間を助けようね。ああ、みんなで頑張ろう。それではまたよろしく頼む。探し回ってるけどそれらしいものが見つからないな。この前のような体の光ったモンスターもね。何？上だ、魔獣が飛んでいる。こちらが騒ぎ立てたりしない限り襲ってきたりはしないから安心していいぞ。そうなんだ。でもびっくりした。ん？今のハーピー、何か光るものを持ってるような。もしかして。どうしたの？最後の宝珠が見つかるかもしれない。飛んでいたやつを追いかけるぞ。行こう、アスナ。ええ、わかったわ。どこに行った？あそこにいるよ。確かあの辺りは高い岩場になっている。魔獣の巣があるのかもしれないな。ところで宝珠が手に入るかもしれないというのは。ああ、さっきあいつが光るものを持っているのを見たんだ。それが黒弦の宝珠かもしれないってこと？可能性だけどな。わざと俺たちに見つかるように大きな声を上げたりしていたから、ひょっとするとな。そういうことなら巣を見に行ってみましょうか。あの場所へは私が案内しよう。高い。下を見下ろすとちょっと怖いね。大丈夫か、アスナ。
手を貸してやろうか。ううん、大丈夫だよ。二人とも静かに奴らの巣についたぞ。さっきの奴の仲間が何匹もいる。けど騒がなければ襲ってこないって言っていたよな。じゃあこのまま進む？気づかれた。一斉にこっちにやってくるぞ。襲ってこないのはさっきの話だ。ここは奴らの巣なわけだから、侵入者に対しては襲ってくる。そんな冷静に話をしてないで、キズメルも自分のスカートを抑えて隠して。キリト君、見ちゃダメだからね。見てない。っていうかそれどころじゃない、戦闘準備だ。なかなかの強敵であったな。スカートを履いた女の子にとっては特にね。二人とも、そこに落ちているのは。ほう、やっぱり黒弦の宝珠。推測通りだったな。これで最後の黒弦の宝珠が手に入ったね。あとは祭壇にこれを戻せばいいんだな。うん、祭壇を探しに行きましょう。しかし光り物を集めるなんてカラスみたいだな。でもこのゲームのハーピーに光るものを狙う特性なんかなかったよね。そういえば最初に宝珠を買った時にあの商人が言ってたよな。自らが欲にとらわれてしまわないようにって。宝珠を持ち去った騎士もそうだけど、心を引きつける力があるのかもな。しかし誘惑に負けた者が部下にいたとは恥ずかしいことだ。そしてこれは上官である私の責任でもある。気に病むなって。あの騎士の態度を見るからにキズメルを慕う真面目な騎士って感じがしたぜ。それでも持ち去ってしまったってことは、あの宝珠の力が強すぎたんだ。ありがとう。それじゃ祭壇を探して最後の黒煙の宝珠を戻しに行こう。あれだな。よし、それじゃあ宝珠をはめるぞ。ありがとうございます。戻ってくることができ安心しました。よかったですね、精霊さん。しかし妖魔による森の侵食は私一人の力では抑えきれません。あなた方に私の力を託しましょう。黒き精霊の結晶？三つの精霊を戻したけど封印はされないのかしら。精霊の力を封印の聖樹に収めてください。そしてどうかこの森を妖魔から救ってください。あなた方を信じております。精霊の魂を祭壇に戻すだけでは妖魔というのは封印できないみたいだね。封印の聖女に迎えって言ってたよな。うん、そこで精霊の力を収めるようにって。今からまた場所探しとなると夜になっちゃうか。二人とも今日はここまでにしておこう。そなたらも疲れただろうしな。それにこれまでのささやかな礼として食事会をと思っていてな。そんな、いいの？遠慮しないでくれ。と言っても普段より少し贅沢な程度ではあるが。ううん、気持ちだけでも十分に嬉しいよ。遠慮なくごちそうになっちゃおう。だな、それじゃあ戻ろうか。ふぅ、お腹いっぱい。ちょっと食べ過ぎちゃったな。みんな驚いていたぞ。人族のものはよく食べると。だってすごく美味しかったんだもの。それにほら、出されたものはちゃんと食べないと失礼だろ。キズメル、ありがとう。素敵な食事会を開いてくれて。ああ、
ごちそうさま。いや、大したことはしていないさ。だ、そうだアスナ、今から一緒に湯あみをしないか。また互いの背中を流そう。もちろんいいよ。じゃあ早速。キズベル様。どうした？ご歓談中に申し訳ありません。司令官がお呼びでございます。わかった、すぐ行くと伝えてくれ。はっ。すまないな、用事が入ってしまった。いつ終わるかわからないので先に行っててくれ。ああ、うん、わかったわ。ではまたな。キズメルと風呂に入れなくて残念だったのか。だってもしかしたらもう。そうか、キズメルのクエストの終わりが近づいているから。風呂から上がった後も時間はたっぷりあるし、話ならいっぱいできると思う。うん、そうだね。ごめん、じゃあ入ってくるね。また見張りをお願いしてもいい？ああ、もちろん。ありがとう。気持ちよかった。まあ、それじゃあ一緒に散歩でもしないか。夜空が綺麗だもんね。うん、一緒に散歩しよう。見て、あれってオリオン座かな。いや、リアルの天体とは全然違うんじゃないか。確かにそうかも。だけどすっごく綺麗だね。アスナの言う通り、この野営地に来るのもこれが最後かもしれないな。うん、クエストが終わっちゃえばきっともうこの場所は野営地ではなくなる。クエストの進行に合わせて今だけインスタンスマップで野営地。さっきね、お風呂の中でも考えてたのけど、それだとキズメルはいつまでも仲間を助けることができない。そしたらきっとキズメルはいつまでも悲しん。だから絶対にクエストをクリアしてキズメルの仲間を助けないと。アスナ、大丈夫、もう迷ったりしない。キズメルと力を合わせて頑張ろうね。ああ、必ずクリアしよう。さて、戻ってきたけどこれからどうする？そういえばそっちはまだお風呂に入ってなかったね。ああ、それじゃあ入ってこようかな。うん、ごゆっくり。このクエストが終わればキズメルと会うこともできなくなるのかもしれない。ダメだな、後ろ向きな考えは風呂に入ってさっぱり流さないと。ああ、キリト、これから湯あみか。さっぱりしようと思ってさ。って、ごめん、キズメルが入ってるなんて思わなくて。別に詫びることはない。それより背中を流してくれないか。またゆっくりと話をしたいと思っているんだが、どうだ。キズメル、今日はやけに静かだな。え、そうかな。それより力加減はこれぐらいでいいか。ああ、心地いい。もう少しでキズメルの仲間を助けられるな。そなたらのおかげだ。いや、俺たちは手伝っただけだよ。不思議なものだな。私はそなたらと一緒にみんなを助けるために動いているはずなのに、どうしてかそうやってそなたらと過ごす時間そのものがとても貴重で愛おしいものに感じられるんだ。キズメル、そなたらは私にとってかけがえのない仲間だ。そなたは言ってくれたな、私のことが好きだから私を助けてくれるのだと。今私も全く同じ気持ちだ。私はそなたらを守りたい、そなたらと共にありたいと思っている。なぜならそれはそなたらのことを好きだからだ。ありがとう。礼を言うのはこちらの方だ。だが
また背中をこする力が強くなっている気がするのだが。ごめん。本当にそなたらは面白いな。私にとって不思議な存在だよ。一緒に頑張ろうぜ、キズメル。ああ、共に。向こうで走ってるのって…おっと、お姉さん大丈夫？ごめんなさい。危ないから気をつけなよ。はい。大丈夫か、アスナ。そんなに急いでどうした？あ、キリト君。そんなに急いでいるつもりはないんだけど。もし急ぎの用事とかクエストなら何か手伝うけど。いいの。クエストに行こうとは思ってるんだけど、特別急ぎでもないから。それにそのこのクエストは簡単だし、一人でパパッと済ませちゃうから。そうなのか。あ、じゃあいいけど。あはは、そんなことないよ。なあ、そうだ、用事が終わったら一緒にカフェにでも行かないか？あ、それはダメ。え？ほら、用事がいつ終わるかはっきりわからないから待たせちゃうと思うの。それじゃあまた今度にしよう。ごめんね。それじゃあ、特別急いでないって言ってたけど、もしかすると何かを一人で抱えてるんじゃ。心配だな。後を追いかけてみよう。ここは牧場？アスナは NPC と会話中か。はい、わかりました。一応本当にクエストではあったみたいだな。牛さん、こっちよ。暴れ牛を牛舎に誘導してるのか。これこそ二人でやった方が効率いいのに、なんで協力を拒んだんだろう。でも一人でこなすつもりだとしたら、わざわざ手を貸すのも悪いよな。牛さん、この中に美味しい干し草があるのよ。呼ぶと私に向かってくるなら、逆にこの特性を利用しろってことかしら。私が牛舎の入り口に立って突進してくるところをギリギリで避けるとか。よし、それでもう一度やってみよう。なんかものすごい真剣だ。クエストのコツを必死に掴もうとしてるし。それにしてもこのクエストだ。さあ牛さん、私はここよ。ギリギリまでさっとかわす。入った。これで一歩。さあ次はどの子を誘導しようかしら。終わりました、おじいさん。お嬢さん、ありがとう。ささ、これが牛の乳から作ったクリームだ。ついに。どうかこのクリームを町に住むゴードンという男に渡してくだされ。え？手伝ってもらった上に手間までかけて本当に申し訳ない。しかしこの老いぼれの足では町に行くまでに一日かかってしまうもんでな。牛たちを置いて遠出はできるのじゃ。わかりました。このクリームを町に届けるんですね。ではゴードンによろしくと伝えてくだされ。はい。
アスナのやつ大慌てだったと思えば次はへこんで、本当にアスナはどうしたんだろう。はあ、どうしよう、こんなのダメだよね。でも私我慢できない。アスナ、街に向かっているのか。ああやって店の前でうなり続けてもう5分になるぞ。あの、すみません、黒パンください。はいよ、前座り。悩みに悩んで買ったのが黒パン。私でもやっぱり自分に嘘はつけない。あ、また走って。何がアスナをそこまで駆り立てるんだ。しまった、見失った。もしかしてフィールドに出たのか。ようやくこの時が。ん、アスナの声。この味、この食感、まさに記憶していた通り。SAO ではいろんなお料理を食べてきたけど、このクリームのせパンは忘れられない。でも仕方ないよね、クリームのせパンは別腹だもん。さて2つ目いっちゃおう。別腹別腹。別腹別腹。やお取り込み中でしたか。アスナ、落ち着いて、今飲み物を出すから。はあ、美味しかった。はあ、うん、あんな姿を見られるなんてすごく。よっぽど食べたかったんだな、クリームのせパン。うん、そんなにコソコソしなくても、俺に言ってくれたら手伝ったのに。クリームのせパンのためにムキになる姿なんて見られたくないんだもん。確かに必死だったな、牛を牛舎に誘導するところとか。え、そんなところまで見てたの。ごめん、アスナの様子がおかしかったから心配になって後をつけちゃったんだ。このクエストは町の女の子から牧場主のおじいさんの手伝いをしてほしいって頼まれるところから始まるんだけどね、その女の子が牧場では毎日美味しいクリームを作っているっていうのよ。それを聞いてあの懐かしいクリームのせパンのことを思い出して、いても立ってもいられなくなっちゃって。この場所覚えてる？ああ、もちろん。アスナとクリームのせパンを食べた場所だ。ボソボソで美味しくない黒パンが君からもらった一塗りのクリームですごく美味しくなったの。美味しいだけじゃない、あのパンはいろんなことを私に教えてくれた。何でもない一つのパンで私は前へ進むことができたの。アスナにとってクリームのせパンは本当に特別なものなんだな。うん、大げさじゃないよ。だったらなおさら手伝ってくれって言ってくれればよかったのに。それは別に食い意地が張ってるなんて思わないぜ。そうじゃなくて、なんていうか、あの頃の私って、その今考えると恥ずかしいというか。恥ずかしい？なんで？私って生意気だったでしょ。なあ、確かにツンツンしてたよな、話しかけたらやられるみたいな感じで。そんな風に思ってたの？いや、例えだって。でもそっか、その頃のことを思い出してほしくなかったのか。だけどあの時のアスナも可愛くて俺は好きだけどな。本当にそう思ってる？ああ、
だよ。私もあの頃の君も今の君も大好きだよ。で、照れるな。そっちが先に言ったんですからね。それはそうと、あのクリーム本当はゴードンさんって人に届けなくちゃいけなかったのに、どうしても我慢できずに食べちゃったわけだな。おじいさんにもゴードンさんにも悪いことしちゃった。それならもう一度牛の追い込みをすればいいんだよ。え、またクリームをもらえるの？ああ、クラインがこのクエストのことを話していたのを思い出した。あいつ間違ってクリームを届ける前に店に売っちゃったんだってさ。けどクエスト中は何回でも牛の追い込みにチャレンジできるみたいで、なんとかクリアしたって言ってたんだよ。そうなんだ。なあ、今度は俺も手伝うよ。だから一緒にクリームを手に入れようぜ。うん、ありがとう。でもよかった、これでゴードンさんにクリームを届けられるんだもの。またアスナが食べたりしないかしっかり見張っててやるからな。もう今度はちゃんと届けます。はい、ゴードンさん、牧場のおじいさんからクリ…これは牧場のじいさんのクリーム。いや、小さい頃によくこのクリームでパンを食ったことを思い出すよ。あ、やっぱりパンにつけて食べるのが基本なの。村を大きくするためとか言って俺はこうして町に出てきたけど、結局は何もできないまま、もう村に帰ろうかとも思っていたところだったけど、このクリームを食べたらなんかやる気が出てきたよ。あんたには感謝してる。じいさんによろしく伝えてくれ。これでおじいさんに報告すればクエストも終了かな。ああ、クリームは名残惜しいけど、ゴードンさんもあんなに喜んでいたし。名残惜しいならまた食べればいいじゃないか。クエストが終わったらもうクリームはもらえないんじゃ。いや、この後牧場のじいさんに報告すると町でクリームを売り出す流れになるんだよ。そうすればいつでもクリームのせパンを食べることができるだろ。町で売り出す？うん、そう聞いたけど。それを早く言いなさいよね。さっきクエストを受けてる間だけ牛の追い込みがチャレンジできるって言ってたじゃない。そう言われたらクエストをクリアするともうクリームは手に入らないって思うのが普通でしょ。それは申し訳ありませんでした。まったく。アスナさん、ごめんね、なんだか懐かしくなっちゃったの。私たち昔はよくこんなやりとりをしていたじゃない。君はゲームの常識を知り尽くしてて、私はゲームを始めたばかりだし、わからないことだらけで、だから君にとっては普通に思えることが、私にとっては驚きの連続だったの。その度にびっくりして、今みたいに、早く言いなさいよって。なあ、そういえば、よく言われていたかも。私に対する反応もあの頃と一緒だったよ。これは多分条件反射みたいなものだと思う。え？それだとまるで私が怖い女の子みたいな感じじゃございません？いえ、決してそのようなことはありません。面白い。なんだか本当に昔の私たちみたいだね。はあ？クリームを乗せた黒パンはこうしてたくさんの思い出を運んでくれる。美味しい食べ物はゲームの中にたくさんあるけど、あのクリームのせパンはそれだけじゃないんだよね。思い出のクリームのせパンか。ねえ、クエストが終わったら一緒にパンを食べようよ。ゆいちゃんやみんなも呼んで。それで今度はみんなとの新しい思い出のスタートを切ろう。いいね、今日はクリームのせパンパーティーだな。うん。アスナの意外な一面や SAO での思い出の数々が、安くてクリームをつけなきゃ味気ない黒パンでも。
シリカにピナ、どこかに行こうとしていたところか。はい、戦闘の立ち回り方を復習しておこうと思いまして。立ち回りか。ソードスキル後の硬直とかはしっかり覚えておいた方がいいもんな。あのよければ一緒にフィールドへ行きませんか。ああ別に構わないよ。本当ですか。協力できることがあればさせてもらうよ。ありがとうございます。おお、ナイス連携。うまくいきました。相手との間合いとスキルの硬直時間がバッチリ計算されていたな。ピナは本当にシリカ思いだな。こんなにピナと心を通わすことができて本当に嬉しいです。シリカが優しいからだよ。あ、そうだ、この先の森に生息するモンスターのこと知っていますか。モンスター。見た目は鹿みたいな子です。この前餌のアイテムをあげてみたら美味しそうに食べてくれたんですよ。へえ、シリカはモンスターに好かれているな。せっかくですからその鹿を見に行ってみませんか。ああいいよ、俺も餌をあげたら食べてくれるかな。優しい子たちですからきっと大丈夫です。モンスターがいるのはこの辺りか。そうです、きっと木陰に隠れて。あ、いましたよ。あれがそうか、非アクティブのモンスターなんだな。はい、なのでこちらが攻撃しない限り襲われることはありません。そもそもあんな可愛い子を攻撃するなんてできないですけど。そういう気持ちがテイマーとしては大事なんだろうな。よし、それじゃあ早速餌をあげてみるかな。私がいつも持ち歩いているナッツをお分けします。ピナも大好物なんですよ。もしかしたらこのナッツで懐いてくるかもしれません。そうしたら私とビーストテイマー仲間ですね。もしそうなったらシリカにいろいろ教えてもらうよ。戦闘を見ていただいたお礼にいくらでも教えちゃいます。よし、ナッツをオブジェクト化して。ほら、うまいぞ。あれ、食べる気配がないな。もしかすると警戒しているのかもしれないです。ほら、安心しろって。べっ、鹿料理って何が有名だっけ。食べる気満々じゃないですか。ちょっと気になっただけだって。それにしても餌を食べに来てくれないな。あの、私が試してみましょうか。この前は普通に食べてくれましたし。そうだな。では餌を出してっと。さあ餌だよ。大丈夫、怖がらないでこっちにおいで。おお、シリカに寄ってきた。いい子だね。はい、食べ、見てください、食べてくれました。すごいなシリカ、さすがテイマーだ。よしよし、まだ餌はいっぱいあるからね。ひょっとするとテイムモンスターを連れているプレイヤーはモンスターと友好関係を築きやすいとかあるのかな。おっと、一匹だけじゃなくてこっち。お、まだ出てくる。おいシリカ、鹿がどんどんそっちに行くぞ。え、どんどんって、なんか私囲まれてる。わあ、
シリカは本当にモンスターに好かれているな。そんなことを言っている場合じゃないです。助けてください。助けてって、こいつら今はアクティブ状態じゃないし安全なはずだけど。安全かもですけど、ある意味安全じゃないんです。いやみえちゃん、ピナ助けて。ピナ何するんだ、なんで俺の顔に張り付いてくるんだ。地面にばらまくことで起点を聞かせたな。見事だったよ。あの子たち、よっぽどお腹が空いていたのでしょうか。いや、シリカはやっぱモンスターに好かれているんじゃないか。思っていることが通じるというか。思っていることが通じるって。あ、そういえばピナはなんでご主人様がピンチだっていうのに俺に。違いますよ、あの時ピナはちゃんと私を助けてくれたんです。え、ちゃんと私たち心が通じているんです。なんで俺の顔を隠すと心が通じているんだ。リズ、あら奇遇ね、どっか行くところ。いや、適当にぶらついているところだよ。買い物に行こうかなって思っていたところよ。あ、そうなんだ。なら俺も付き合おうかな。本当？何を買ってもらおうかしら。おい、なんでおごることになってんだよ。冗談よ。さあ行きましょう。何を迷っているんだ。ここにずらりと並んだハンマーよ。これは家事用ハンマーか。熟練度も上がってきたし、今使っているアイアンハンマーから変えようと思って。けどどうもここには私の熟練度に見合ったものがないのよ。当然今のよりもいいものを使うことになるんだけど、いきなり高性能のハンマーに切り替えるのもね。そっか、身の丈に合ったものをってことだな。もう少しアイアンハンマーで頑張ってみようかしら。店売りの品にいいものがないならそれ以外を当たってみたらどうだ。それ以外、探索や報酬で手に入れるってこと？でも俺だって知らないさ。でも知らないのならまずは聞いてみようぜ。聞いてみる。なるほど、家事用ハンマーを入手したいんだな。そうなんだけど、いくらアルゴでもそんな情報を都合よくは。あるぞ。詳しく聞かせてくれ、アルゴ。つい最近、森林エリアのとある場所で家事用ハンマーが新調できるクエストが発見されたんだ。森で新調か。
どんなクエスト内容か想像できないな。カジプレイヤーへのご褒美イベントみたいなもんだな。どこかで聞いたことのあるような内容だ。詳細は教えてくれないの？にゃふふ、知らずに行ってみた方が楽しいと思うぞ。アルゴがそう言うなら、とりあえず行ってみることにしましょうか。ああ、それと今使っているハンマーは忘れずに持っていくんだぞ。正直者ならばクリアは楽勝だ。ますますわからなくなってきたな。そうね、でも情報は助かったわ。はい、これ情報量よ。にゃふふ、毎度。それじゃ健闘を祈っているよ。アルゴに教えてもらった目的地はこの辺りだな。だいぶ森の奥まで来たけど、本当にこんな場所で鍛冶用ハンマーが手に入るのかしら。あ、見てみろよリズ。あ、これは泉かしら。でもこの泉が目的地ってことなのかな。もしそうならこのツタが怪しいよな。一本一本切っていく？いや、もっと分かりやすい方法があると思う。何かいる！気をつけろ、モンスターだ。ツタを持つ植物型モンスター。もしかして泉を覆うツタも。あ、みたいだな。準備はいいかリズ？ええ、やってやりましょう。お疲れ様リズ、これで全部倒したな。見て、泉を覆っていたツタが縮んでいくわ。ツタを取り除くことで姿を現した泉。アルゴが言っていたことにヒントはないかしら。確か鍛冶用ハンマーを必ず持っていくこと、それから正直者でいること。泉で正直者、どこかで聞いた。アルゴも言っていたわね。聞いたことのあるような内容だって。もしかして金の斧と銀の斧の話だったりして。それって泉に斧を落としたら泉の精が出てきて、あなたが落としたのはどっちだって聞かれるやつ。そうそう、うまくいけばそれらしい展開になる。でもそのためには私のアイアンハンマーを泉に落とす必要があるってことでしょ。ああ、最悪俺が潜って拾ってくるからさ。うーん、分かったわ。ごめんね、私のアイアンハンマー、少しの間だけ我慢してね。それどう？今のところ変化はないな。もう少し待ってみよう。どうしよう、何も反応なさそうよ。そんな、違ったのか。ああ、私のアイアンハンマーが。お？泉を見てみろよリズ。水面に光が集まってる。ハンマーをなくし悲嘆にくれる方よ。なんか出てきたわよ。クエストがうまく起動したんだ。私はこの泉に宿る森の精。あなたが落としたのはこのシルバーハンマーですか、それともこのゴールドハンマーですか。これってやっぱり金の斧と銀の斧の話にそっくり。
さあリズ、正直に質問に答えないと。わかった。私が落としたのはどちらでもありません。私が落としたのはアイアンハンマーよ。わかりました。ではアイアンハンマーをお返ししましょう。やったー、ひとまず投げ込んじゃったものは戻ってきたわ。そして正直者のあなたには、真剣なるシルバーハンマーと真羅のゴールドハンマーを差し上げましょう。やったなリズ、一気に2本も入手だぞ。ではありがたく頂戴して。はっ、って重い。リズ大丈夫か。何よこれ、どんなステータスしてるのよ。すごい筋肉要求値、それに性能も。今行ける範囲の店に置いてあるものよりずっといい代物ね。イベントでしか手に入らない特殊なハンマーなんだろう。そうね。でもやっぱこの2本のハンマーはお返しするわ。え？だって今の私には使いこなせそうにないし、それにアイアンハンマーでもう少し頑張りたいなって思っちゃったのよね。まあリズが求めていたのは高性能のハンマーじゃなく、自分の実力に見合った家事用ハンマーだもんな。今はアイアンハンマーの方が全力で仕事ができる気がする。身の丈に合ったものをか。そういうわけでこのハンマーはお返しします。もっと頑張って2つのハンマーを扱える実力になったらまた来るかもしれません。それからハンマーが欲しいからって自分から投げ込んじゃってごめんなさい。あなたは真の正直者ですね。え？真の正直者？何か話が進んだぞ。せめてこの泉を魔物から救ってもらったお礼をさせてください。あ、アイアンハンマーが光ってる。あなたの正直さに敬意を表します。それでは。消えちゃったわね。それよりリズ、ハン調べてみるわ。ちょっと待ってね。あ、アイアンハンマーが強化されてる。本当か。ええ、私の理想としていた数値に近くなっているわ。はあ、意外な結末だな。これってリズが正直でいたからこそだよな。そうなのかな。何はともあれ、欲しいものは手に入ったし、町に戻ってある。そんなことが起きたのか。俺っちも知らない展開だぞ。リズの正直さが新たな結末を導き出したんだよ。やめてよ、なんかくすぐったいじゃない。けど本当だろ。リズの家事への誠意や仕事に対する真面目さゆえってことか。とはいえやっぱり少しもったいなかったかな。かもしれないけど、俺ならアイアンハンマーでリズに家事をしてもらいたいかな。そっちの方が武器に気持ちが入るような気がするからさ。確かにそうかもね。よーし、このハンマーでこれからも武器を鍛えまくってあげるわ。